アームドブルーガンボルドギブス紹介コーナー、イエーイ。はい、このコーナーでは今年7月28日に任天堂スイッチで発売が予定されているライトノベル 2D アクションアームドブルーガンボルドギブスを紹介していきたいと思います。一緒に紹介してくれるのはこの方々です。はい、インティクレイツのアイズです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、ガンボルドギブスでディレクターをやっています、インティークリエイツの塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして電撃からは和尚さんに来ていただきました。はい、和尚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、お久しぶりです。いや、お久しぶりです。もうなんかちょくちょくね、はい、お邪魔させていただいていて、そうですね、はい、定期的になんかこういい感じのタイミングでお会いできるっていうそうですね、まあ、年間3本ぐらいなんか出してるので、はい、その、まあ、リリースが近づいてくるとちょっとお邪魔するみたいな、はい、あ、嬉しい。いつもあこの時期になったらまたお会いできるのかなみたいな感じの、そうですね、渡り鳥みたいな、ね、渡り鳥、まあそうですね、次多分東京ゲームショウ付近とかね、なんかそういうなんかこうサイクルがあるんで、はい、そうですね、知らない方にお伝えしておくと、以前ね、白き鋼鉄のいくつというゲームで、はい、その時もお二人が来ていただいたんですけども、うん、でまたお二人 T シャツを、そうですね、このガンボルトの T シャツ、かっこいい、これ日本語の T シャツで、津田が着てるのが、そうですね、海外ですね、海外、はい、はい、あ、すごい、ロゴが違うんですね、本当だ、え、めっちゃかっこいいですね、はい、両方、はい、はい、ありがとうございます、はい、もう今売ってないんですけど、そうですね、あ、売ってないんかい、はい、売ってない、すみません、7年前ぐらい売ってました、はい、いやでも逆にレアですね、みんな見れてよかった、はい、ね、ということで、いや、うん、嬉しいな。こちらの、ね、ゲームも 2D アクションということで、うんうんうん、そうですね、なかなか最近、まあ、今日もラインナップ見たんですけど、その 2D アクション増えてきたなって、はい、まあ、増えてきたなっていうか、昔は 2D アクション多くて、うん、一時期やっぱり 3D のゲームが多くて、うん、最近インディーゲームとかってなってくると 2D アクションがわりかし多かったりとかするので、わりかし最近見るようになったなっていう感じですね。なるほどなるほど、まあ、弊社ずっと 2D アクション任せてるんですけど、うんうん、はい、2D アクションのプロだ、はい、ということで、ね、そんな感じでアームドブルーね、今日はね、たくさん触れていきたいと思うので、こちらの4人でお届けしていきたいと思います。それでは早速、アームドブルーガンボルトギブスがどんなゲームなのか紹介していただけますか。はい、まずはですね、ガンボルトギブスがどういったゲームなのかを紹介する映像を用意しておりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。セブンスという特殊な力に目覚めた人間、セブンス能力者が生まれるようになった近未来、ガンボルトらの手によって多国籍能力者連合エデンとの構想は終結した。92式乱れやしゃくらき、キリン。本作の主人公で世界でただ一人セブンスを封印するギブスの能力を持つ裏役も所属の戦役、尺状型の仕込み刀とセブンスを込めた極を組み合わせて戦う。ほとばしアームドブルー、ガンボルト、通称 GV。 本作のもう一人の主人公で千本の聖剣に封印された最強のセブンス能力者、かつて青き雷帝と呼ばれた永遠の少年は、キリンと共に戦場を駆け抜ける。モルフ、かつてガンボルトと共にいた少女の幻影、戦いに傷つき倒れた時、私の歌で抑え込め。彼女の歌声がガンボルトを覚醒させる。そしてキリンとガンボルトの前に現れる暴走した能力者たち。アームドブルーガンボルトギブス、2022年7月28日発売予定。はい、おー、まあ、ちょっとね、いつもより若干短いショートバージョンで見ていただきましたけども、はい、まあガンボルト・ギブスはですね、今ちょっと PV の中でも紹介しました、キリンとガンボルトの2人の主人公を切り替えながらプレイする 2D アクションゲームですね。まあ映像でもですね、紹介いただきましたが、改めてガンボルト・ギブスに登場するキャラクターについてですね、ちょっと紹介したいなと思いますので、まずスライドお願いします。はい、こちらがですね、本作の主人公キリンになります。はい、キリンですね。キリンは世界でただ一人、セブンス、まあ、この世界でいう超能力みたいなもんですけども、セブンスを封印するギブスの能力を持つ裏役も所属の戦巫女というキャラクターです。はい、尺状型のですね、仕込み刀と、
あとはセブンスを込めた護符を組み合わせて戦う、そういう戦闘スタイルのキャラクターです。護符を貼り付けた敵に対して刹那の踏み込みから斬撃を叩き込む雷帝連鎖という技をですね駆使した一撃必殺の抜刀術で敵を切り伏せるキャラクターとなっています。はい、CV は笹原優さんにやっていただいておりますね。はい、次のスライドお願いします。続いてはもう一人の主人公ガンボルトです。ガンボルトは主人公シリーズを通しての主人公で、通称 GV ゲームの中では GVGV って呼ばれてます。はい、かつてはですね、青木雷帝と書いてアームドブルーと呼ぶんですけど、アームドブルーと呼ばれた永遠の少年です。はい、特殊ちょっとねあそこがなんかキーワード的な感じになってさっき永遠の永遠と言われてましたけども確かに、はい、特殊な銃でダートを打ち込んで雷撃を必中させるバトルスタイルに加えて新たに覚醒したボルティックアーツを用いて立ちふさがる敵を殲滅するキャラクターです。多国籍能力者連合エデンとの抗争を終えた、集結させたんですけども、なおも戦いにずっと身を、置き続けた彼はですねついにセブンスを超えた次の段階ネクストフェーズへと突入してしまう、そういうお話になっております。はい、ということでこのキャラクターはですね、石川海人さんが CV をやっております。次のスライドお願いします。はい、最後はですね、サイバーディーバーモルフォになります。モルフォはかつてガンボルトと共にいた、少女の幻影ですね。はい、キリンや GV と共に戦場を駆け抜け歌のセブンスソングオブディーバーで2人を鼓舞し戦いに倒れた時は彼女の歌声がガンボルトを覚醒させる、そういったキャラクターです。CV とですね歌は桜川めぐさんになります。はい、モルフォの紹介で、歌のセブンスでキリンとガンボルトの2人を鼓舞すると言ってましたが、もう実際のゲームでは、華麗にかっこいいプレーをするとクードスというものが溜まっていって、はい、それが1000点を超えるとモルフォが歌を歌ってくれるというシステムになっています。はい、はい、モルフォが歌ってくれる状態でさらにかっこいいプレイを続けるとさらに特別な歌を歌ってくれるというのも今回新しくなっていますので、ぜひゲームで遊ばれる方はチャレンジしていただければと思います。はい、なるほど、ね、すごい個性豊かなキャラクターで、また設定がねもう前段もうめちゃめちゃドストライクだまた、いいですね。なんかプレイとかもねしっかりうまくはまったらなんか歌ってくれるっていう要素もね、はい、楽しいなと思いますよね。はい、うん、ありがとうございます。ところで愛知さん、今日は特別な内容を紹介していただけるとのことなんですけども、そうですね、ガンボットシリーズ今まで、ネットでいろいろプレイしたりとかしてたんですけども、はい、今日はですね、ライブノベルというですね、ガンボットシリーズ特有のシステムで、バトル中、まあ、戦闘中でもですねずっとフルボイスで喋り続けるっていうライブノベルっていうシステムがあるんですね。ストーリーとかそういったものをずっと喋り続けてくれるんですけども、はい、そちらを今回オンにした状態でプレイをお見せしようとということになります。なんといいんです。じゃあストーリーとかも今日しっかりと把握って そうですね、はい、完全に最初から最後まで、ストーリーが見えるというよりはその一部なので、まあ、なんとなくわかるかなみたいな感じの部分にはなってきちゃうんですけど、さらにね、なんか楽しみになってくる感じの、そうですね、いいですね。なので、まあネタバレを気にされる方はですねもうすぐブラウザーバックしていただくといやそれで電源が困っちゃうんで、はい、そうだな、確かに20分後ぐらいにもう一回ここで待ち合わせはい、感じでお願いします。はい、ちなみにこのライブノベルは配信だと初公開になる。そうそうです、はい、なので、はい、気になってたよって方は今日見てください。ということで今日はですね前田さんにプレイお願いしようかなと思ってます。お、ぜひ頑張ります。はい、なるほどね、初めて見る方も多いと思うんで、うん、はい、楽しさをお届けできるように頑張りたいと思います。はい、うん、よろしくお願いします。じゃあ早速やりましょうか。はい、ということでこれが、まあ、仮タイトル画面ですね。うん、これ、ちょうどハピネットさんのですねゲームショップの秋葉原の、ベルサールの方であったんですけど、その時に展示してたものと同じものですね。それからちょっと時間制限だけ取ってあります。はい、うん、いよいよ今じゃもう始めていただいて、はい、はい、次にゲームスタートですね。はい、お願いします。はい、でこちらが、はい、そうですね、2つステージがあって、うん、上がクリスマスの街で、下がですね寺院になってるんですけども、まあ、上のクリスマス街の方がですね、まあ最初の方のステージというか下のステージよりも前に配置されているステージですので、うんうん、はい、今日はそちらをですねやっていただこうかなと思ってます。はい、じゃあクリスマスの街、はい、出撃、はい、お願いします。わあ、ドキドキするな。私が一番ドキドキします。そうですね、大体確かに社員以外の方でに、まあ、要するにこう配信とかでプレイしていただくの初めてなんで。ああ、そうなんですね。そうです、そうです。やべえ、いつも弊社の番組とかだとディレクターの津田とかですね社内の人間がプレイしているので、
確かに前回あのご出演いただいた時もあるんですもんね、プレイしていただいた形になりましたね。そうだ、あそして今早速キリン大丈夫、あすごい、なんか犬が喋ってるんですけど、まあ、あまり気にしないです犬、うん、あでもこうやってキャラクターの顔がしっかり見えるいいですね、うん、そうですね、 Y ボタンを押していただくとですね、ごめんなさい、セリフが終わったら次のセリフにあのそうですね、自動で進むようになる、オートオークになります、ね、あんたこそちゃんとしといてよ、うん、新技でいっぱい働いてもらうんだから、嬉しい、フルボイスだ、うん、僕の方は大丈夫、てかこのワンちゃん喋るんですね、うんうん、はい、あのボタンを押しても先に進めますんでおお、ありがとうございます、戦巫女がキリ行くよ、かっこいい、いけすごい、ササちゃん仲いいから不思議な気持ちになる、そうですね、そうですよ、そうですよ、別のコンテンツでちょっと同じチームでやってて、はい、お先にね、歩まあ、本当にアクションチームが来た、来たぞ、なんかいる、あの Y ボタンで、はい、ショットでですね、あの敵をマーキング、お、マーキングしました、はい、そこで、はい、そうそんな感じですね、そんな感じで進めていってもらって、これがなんかお札みたいな、そうですね、お札を当てて、ボタンを押すとそこに向かって、飛び込んでいって切ると、はい、これが雷帝です、おーすごい、はい、かっこいい、なんですね、はい、うんうん、そうですね、今あのそうですね、普通にあの剣で切ることもできますね、でここで。はい、これがあれですね、やっぱお札がだんだん少なくなってきちゃったりとかするんですけど、まあなくなってますね、今なくなってますね、はい、ここで下2回押してリロードすると、お、なるほど、リロードが大事なんですね、そうですね、普通はあのお札を投げることできるんですけど、はい、あの敵の攻撃を回避するかげろうっていうのがですね、お札を消費して発動して、はい、発動しますので、はい、全然ダメージ入らないんですけど、なくなっちゃうとお札投げられなくなっちゃうんでリロードしてください、リロードが大事なんです、はい、このお札がすごく重要で、なんかその貼り付ける、敵に貼り付けるのがすごい大事なんですね、そうですね、そうですね、このゲームの一番のまあポイントみたいな感じです、すべての敵をですね、あの倒していく必要はないので、うんうんうん、はい、サクサクと受けるのはいいけど、まあ適度にスルーしながら、はい、ね、できる加減もできなくなっちゃうよ、はい、このゲームはあの接触ダメージがあるゲームなんですけども、はい、敵に触れちゃうとダメージ食らっちゃうんですけど、お札を貼り付けておくとですね、あの敵に触れてもダメージを食らわなくなるので、はい、なかなかお札を投げていくのがポイントかなと思います。お、なるほど、それが大事なんですね。あれは裏役もが戦慣れてない以上は常にお札がある状態を意識するとやりやすい、はい、感じ。そうですね。そうですね。リロードが左下のこの状態が安心で、お、なんか上に行くときには。そうですね、上ボタンを押しながら、はい、5分を投げてもらうとですね、真下はちょっと効かないんですけど、若干ずれてもらって、そうですね、これぐらいかな、そうですね、そうするとこう登れます、ね、おお、はい、あ、移動もできるんですね、すごいな、移動手段としても、ほうほうほう、なるほどなるほど、なんと爽快な、あ、はい、そうですね、ここも同じように、うんうん、ここで上と Y、 あ、もうちょっとかな、そうですね、よっ、っとで、あ、やばい、あ、あ、行かなかった、これで、こ、あ、もうちょっとかな、こっち行って、よっ、で、A ボタン、ジャンプジャンプ、あ、ね、あいてぇ、はい、痛いなぁ、影を見ますので、ほらほらほら、はい、うんうん、で、まだ影の、うん、これもまたあるので、あ、5分ゲージが今ないので、すいません、下2回を、あ、なるほど、これを忘れないように、今行ってます、あの、お犬様が行って、そうですね、今、お犬様が、今なんかあの、お犬様って名前が、ディレクターがなんか、若干、ネタバレっぽいことを口走りそうな、やばいやばい、有意識時代あれ、そうですね、皆さんね、もう開発されてらっしゃるから逆にもうそれ言うのが当たり前ですもんね、はい、そりゃそうだ、うん、はい、ね、オイル様ってちょっとコメントでやばい、はい、あ、でもすごい爽快ですね、そうですね、この敵とかは硬いので、あの5分で倒す場合はたくさん5分を当てて5発ぐらい当てて多分やるという、なるほどなるほど、はい、まあ、あの今みたいに、うん、あのR ボタンで剣撃でも倒せますけど、うん、もうちょっとずれてもうちょっとこれですね、遊ばないですね、もう一回、はい、出ますね、あ、はい、今これがあのリトライポイントですね、リトライマーカーになります、もしあの死んじゃってもあそこから回復できるという感じですね、うん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 、はい、わりかしあの三段攻撃、三段技術強いので剣でガンガンガンって言っても進めるって感じですね、お、爽快ですね、やっぱ全然私の通常攻撃、まあ、R で、ね、やってますけど、すごいそっちもやりやすいから、はい、そうですね、うん、あ、でもこれも硬いからもうちょっと、そう、これたくさん5分を当てて、いてててて、おでもなくなってきましたね、あ、5分が、5分がなくなってきたので、また下に、あ、こっちじゃない、こっちじゃないんだわまあいっか、そうですね、5分をリロードしていただいて、はい、
はい、ここら辺で。あ、そうですね。この辺で。よいしょ。よし、ショッキー。ああ、おいっぱいいる。レンダーで貼っつけるみたいな。レンダーで貼っつけるんですよ。レンダーでたくさん貼り付けて。おお、なんか難しいな。ああ、もうでも。ああ、まあ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 。だいたい三段攻撃で倒せます。うんうん。はい。爽快です。確かに五歩の感じがもうちょっとスムーズになったらまたさらにいろいろ楽しめそうな感じ。わりかし五歩を使ってバンバン倒していくこともできるんですけど、結構上級テクニックになってくるので、最初のうちはやっぱりこう剣で切っていくのがですね、わりかし着実に進んでいくいい方法だと思います。で、余裕がある時にやりながら、そうですね、全然五歩使ってても全然ストレスないんで、いいかそうともいいんじゃないよ。一般市民の避難は間に合ってるのし、自分行く、自分を攻めるかできる、はい、ほうほうほう、自分収集に努めましょう。あ、そちらはリロードしたいですね。でですね、あ、そうだ、リロードして、あ、でも壁蹴りも、そうですね、そこ針なのでどんどん減っちゃうので、あ、その上に、あ、そうか、なるほど、リロードしてもらって、そういうことだったのか、はい、そうなんですよ、なるほどなるほど、ってことは、ここはリロードしてもらって、あ、そうですね、上行ける、いや、でもこれはジャンプでいいのかな、大丈夫ですよ、ジャンプでいい、ジャンプで、はい、はい、で、ここでちょっと上に、そうですね、はい、でも、普通に壁に入れて、はい、はい、はい、よし、こんな感じですね、普通のゲートを倒すと、ボスですね、あ、了解です、これは普通に、はい、切っちゃって、切ってもいいです、切っちゃって、はい、ダメージを与えると壊れます。で、次のところに進みますね、おお、進んだ。今回は体験用なので、製品版の半分ぐらいのサイズのステージになってボスに行きますので、まあ、実際製品版はこれの倍ぐらいのステージの長さがある感じですね、うんうんうん、なるほどなるほど、またこれよりたっぷり楽しめるって感じですね、はい、お、ボス戦だ、はい、ついに来た、今一番緊張マックスなんで、ね、私もです緊張マックスですね、緊張マックス、はい、出るかな、ボス、ボスだ、動いた、意識があるんだ、うんうん、ガンボルト、あんたの時とは違うみたいだよ、うん、おいおい、まあ、聞かなかったこと、やばいぞ、みんなネタバレが嫌だったら5分後に集合な、うん、お、はい、今回の BB ですね、はい、キャラクターですね、ごめんね、軽薄なやつは好みじゃないから、うん、そうですね、死後を使うキャラクターなんですよね、なのでちょっとこう、はい、近未来っていう設定なんですよ、今の時代でも死後なので近未来だとさらに死後を、あ、そういうことか、ちょべりグー、ちょべりバッグル、グーみたいなことを言っている、死神なのでやばい、死後を使う、なるほど、そういうことなんですか、やばい、この敵好きだな、私敵ながらめちゃめちゃ好きかもしれないな、おぉ、うわ、どんな感じなんだろう、うわ、やだやだ、なんですか、なんですか、はい、5分ガンガン張り付けながら行けそう、おぉ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 、よし、これでそうですね、そうですね、もう、そうやって、そうですね、行っちゃって、こうやってやりながら、そうですね、マジで、5分張るの、そうですね、そろそろリロード、ですね、リロードしながら、そうですね、真ん中飛んでちゃうんですね、もうちょっと、はい、はい、ここを張って、ここを張って斜め上に、これだ、これだな、なんかついた、そうですね、ガンボルトに変わってくるのもいいかもしれないね、あ、確かに、あ、そうだ、さっき披露しなかったですね、はい、これめちゃめちゃいいですよ、で、これはダートリーダーですね、 A ボタンで、Y ボタンですね、 Y ボタン、 Y ボタンでちょっと一つ当ててもらって、一つ当ててから R ボタンですね、で、R ボタン、 R ボタン、 R ボタン、ずっと R ボタン、おー、すごい、あ、またもう一回、ちょっと当ててもらって、ジャンプが結構できるのでちょっと当ててもらって、どこ行った、どこ行った、あ、これだ、はい、ちょっと当てて、ちょっとですね、Y ボタンでちょっと当てて、 Y ボタンでちょっと当てて、 R ボタンをずっと押して、で、R ボタンを、あ、ちょっとまた外れました、あ、また外れました、あ、戻ったですね、あ、戻っちゃったね、やりながら、よいしょ、よいしょ、うん、斜め、そうですね、どっかでな、降りてきたタイミングで、そうですね、そうですね、これも剣でですね、切ると弾けますよ、剣の連打して、あ、そうそうそう、あ、でもこれで防ぐことは全然可能なんです、ね、はい、あ、今降りてきましたね、うん、まあ、リロードして見てください、あ、そうですね、これはちょっと弾けないですね、あ、これは弾けないんだはい、なるほどなるほど、
こいつもちょっと端っこに捨てたな。緑の炎は無理っぽいですね。そうですね、はい、あ、そう、これ、あ、これだ、よっ、よっ、どんどんってください。ワイ、ワイ、上、ワイ、上、よっ、あ、ダメだ、今リドドリドドよっ、できました、はい、そうですね、うん、ワイボタンで立ってて、はい、ちょっと残り時間が少なくなってきたので津田にバトンタッチしますか。どうしますか。バトンタッチ、あ、どうしましょう。どちらスペシャルスキルを打ってみましょうか。スペシャルスキルだ。ここで今スペシャルスキルで X ボタン、はい、あ、X ボタン、あ、ちょっと待ずれるワンテンポずれる。なるほど、振るか。あー、ちょっと当たんなかったな。スペシャルボタンを、はい、ここの今のタイミングで大丈夫。はい、大丈夫です。お、来た。おー、今度当たりそう。当たってほしい。お、すごい。あ、そうです、ね、おー、当たった。相手のスペシャルスキルが効きますけど、うんうん、時間が来ちゃったらそのままおしまいですね。なるほど。これはなんとか見届けてほしい。お、え、これ敵の大技です。敵の技ですね。あ、やばいですね。避けてくださいね。避けるんですか。避ける、避けてくださいね。避ける、左右に、左右に、左右に、あ、そいつはダメだ、引かれるよ。何を引かれた、引かれた、引かれた、あ、引かれた。あれはどうやって避けるべき。ジャンプですね。ジャンプか、ジャンプね。はい、あれはなかなかですね。まあ、またかな。もうちょい、もうちょいですね。ちょっと、もうちょっと頑張って切りましょう。もうちょっと頑張りたい。よ、よ、よ、札をつけていけるかな。さあ、下に降りてくるかな。あ、来た来た来た、切りましょう、切りましょう。チャンス、あ、そうですね。R ボタンでガンボタンに変わりましょうか。はい、R ボタン、R ボタン、あ、ボールが出てきました、ね、はい、で、X ボタン、はい、X ボタン、これは、うん、はい、あ、すいません、あの、うん、もうすごい、あ、いいところだけど、これは倒しました。あ、倒しました。倒しました。倒しました。はい、倒した、本当に。倒しました。ありがとうございます。時間がねなかったので、もう最後なんかあの有料にプレイしてもらったんですけど。全然全然良かった。ありがたかったです。あ、本当になんか倒、あれ倒したんですか。良かった良かった。良かった。でも最後の最後でね、しっかりとフィニッシュが決まって。はい、良かったです。いや、良かった。ありがとうございます。時間がねないですよってこうずっとあの方から言われてたんで。だからね。はい、ということでですね、うんうん、楽しんでいただきましたけども、はい、はい、ちょっと告知に向いちゃって大丈夫ですかね。はい、もちろんお願いします。はい、じゃあスライドお願いできますでしょうか。ということで今遊んでいただきましたですね、うんうん、アームドブルーガンボルトギムスは任天堂スイッチにて2022年7月28日の発売を予定しております。はい、ダウンロード版はですね、3980円税込み、パッケージ版は通常版が5280円税込み、うん、限定版が9980円税込みとなっています。次のスライドお願いします。限定版はですね、アームドブルーガンボルトギブスフルカラー設定資料集と、うん、アームドブルーガンボルトギブスサウンドトラック CD2 枚組と、うん、あとワンボルトのアクセサリーキーホルダーの3つのアイテムが同梱された限定版がございます。うん、そしてですね、今日ちょっと発表されたばっかなんですけど、限定版のパッケージ書き下ろしイラストがですね、うん、ついに完成してですね、発表しましたので、ちょっと次のスライドをお願いします。うん、こんな感じでですね、まあ、限定版のパッケージイラスト、今ちょうどここに、うん、あの色子をですね、あのちょっと編集したものがあるんですけども、うん、こんな感じの、パッケージになっておりますので、このイラストかっこいいなって気になった方はですね、うん、ぜひご予約お願いいたします。はい、うん、はい、そして次のスライドをお願いします。今ですね、予約していただきますと、オフィシャルイラストレーターのですね、畠山義隆さんが書き下ろした、うん、A4 クリアファイルがもらえますので、ぜひ発売前にご予約ください。次のスライドお願いいたします。ご予約の際はですね、店舗特典のついている店舗さんが、結構ありますので、お好きな店舗特典のついている店舗さんでご予約いただけると嬉しいです。はい、はいはい、ということでありがとうございます。店舗特典もね、本当にたくさんで、いや、すごいやってみて、やっぱなんだ、操作がもう本当にシンプルに楽しいので、ありがとうございます。そうやりながら爽快ですし、いろんなねスキルとかも使いこなしていったら、はい、なんか爽快でずっとこうやめらんない、止まらないみたいな、はい、感じになるんじゃないかなと、はい、はい、ということで私もプレイできて嬉しかったです。いや、プレイありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。なんかギリギリで倒してもらってありがたいです。いや、そうそう、よかった、やったぜ爽快感がね、はい、ということで、では視聴
聴者の方々にメッセージも最後にいただけますでしょうか。では津田さん、会津さんの順番にお願いします。はい、じゃあガンボルトギブスというかガンボルトシリーズはですね、はい、2D アクションがちょっと苦手だなとかって、まあ、ちょっとって思ってる人にこそちょっと遊んでもらいたいというちょっとコンセプトで開発しました、うん、まあなので、まあいろんなお助け要素が入ってて、まあ、今日遊んでもらったところ以外にも、まあ、お助け要素があるので、まあ、ぜひ手に取って遊んでもらえたらなと思っております、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます、はい、私の方からはですね、先ほども、お話しました通り、あの限定版のイラストがようやく発表されましてですね、すごいかっこいいイラストを描いてもらっていて、もう限定版のですね、生産数量は決まっていて、残りの、まあ、予約できる数も限られていますので、本当に欲しいなっていう人はお早めにご予約いただければと思っております。はい、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで任天堂スイッチ用ソフトアームドブルーガンボルトギブスの紹介に最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、ということでそれではこちらのコーナーはこれで終了となります。皆さんね、本当気になったよって方いらっしゃったらね、ぜひねゲットして皆さんプレイしてみてください。ということで次のコーナーはミュータントタートルズシュレッダーの復讐スペシャルエディションになりますので、こちらもぜひご視聴ください。最後に先ほどの PV とはまた別のよりボリュームのあるゲーム紹介映像を見ながらみんなでさよならをしたいと思います。それでは皆さんでまたねでいきましょう、はい、せーのまたねー。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 またねセブンスという特殊な力に目覚めた人間セブンス能力者が生まれるようになった近未来、ガンボルトらの手によって多国籍能力者連合エデンとの抗争は終結した。しかしなおも戦いに身を置き続けたガンボルトはついにセブンスを超えたネクストフェーズへと覚醒してしまう。事態に気づいたのはスメラギと対をなす影の組織ウラヤクモであった。92式乱れ夜叉砕き。キリン。本作の主人公で世界でただ一人セブンスを封印するギブスの能力を持つウラヤクモ所属の戦巫。尺状型の仕込み刀とセブンスを込めた護符を組み合わせて戦う。護符を貼り付けた敵に対して刹那の踏み込みから斬撃を叩き込む雷帝連鎖を駆使した一撃必殺の抜刀術で敵を切り伏せる。ほとばしアームドブルー。ガンボルト通称 GV。 本作のもう一人の主人公で千本の聖剣に封印された最強のセブンス能力者。かつて青き雷帝と呼ばれた永遠の少年は麒麟と共に戦場を駆け抜ける。アームドブルーとギブスの力が合わさるとき新たな力がイマージュパルスを生み出す。モルフォ。かつてガンボルトと共にいた少女の幻影。戦いに傷つき倒れたとき私の歌で抑え込む。彼女の歌声がガンボルトを覚醒させる。そしてキリンとガンボルトの前に現れる暴走した能力者たち。混迷の世を駆け抜ける二人のストライカーに求める夜明けは訪れるのか。アームドブルーガンボルトギブス。2022年7月28日発売予定。求めた明日もその先へ。パッケージ版は同日の2022年7月28日に発売予定。設定資料集サウンドトラックとアクリルキーホルダーが内包された限定版も同時発売。パッケージの通常版限定版の予約特典は書き下ろし A4 クリアファイル。店舗特典もチェックせよ。インティクリエイツ。